君ならそう言ってくれると思ったわ。そうと決まったら段取りを決めなきゃね。まず誰が何をするかだけど。一つは怪物を捕らえる結界を準備すること、もう一つはこの麻酔省封印の儀式の用意ね。麻酔省封印の儀式は私が地下聖堂で行います。いいかしら。私はゆうきちゃんには他に頼みたいことがあるの。お願いできるかしら。はい、やります。兄を助けることができるなら。それは極秘指令よね、ゆうきちゃん。念のためにちょっと予防線張っておこうと思ってね。まあゆうきちゃんの出番がなくて済むのが一番なんだけど。時間が来るまであなたの出番はないから待機しててもらえばいいんだけど。何せ怪物の目的はあなただし、時間になるまで誰かと一緒にいた方がいいわね。それはあなたが選びなさい。じゃあ決まりね。そりゃ地下だからね、暗いのは当然でしょ。あ、足元には気をつけてね、桐生くん。だらしないわね。これくらいの闇が何だっていうのよ。暗視の能力くらいは誰でも。そっか、キル君人間族だっけ。ちょっと、いつまで触ってるの？よかったわ。何も壊れてはいないみたい。聖なる力も失われてはいないようだし、これなら使える。安心したわ。何やってるの？早く入ってらっしゃい、桐生君。いいわよ。特に手のかかるようなことはないし、出番が来るまでゆっくりしていて。さて、これで準備は完了ね。あとはあの怪物が現れるのを待つだけか。その理事長代理って呼び方、どうにかならない？どうも堅苦しくて嫌なのよね。エリザ先生とかエリザさんとか、他の子たちみたいな呼び方でいいわよ。どうしたの、桐生君。何かしら？やれることって？考えられる手は全て打ったわ。それにどうこう言ったところで、状況は人質を取っているあいつの方に有利なんだし。どっちみち今は先方の出方を待つしかないじゃない。分かったらほらどっしり構えなさい。聖者君が人質に取られた今、君がこの混成チーム唯一の男子なんだからね。どうぞ、何でも聞いてちょうだい。そんなこともあったっけね。それがどうかしたの？あら、迷惑だったかしら？そうね、あれは罪滅ぼしのつもりだったと言っておこうかな。断っとくけど、あなたに対してそうしたかったわけじゃないわよ。私はね、桐生君、何でも臭いものには蓋をという父のやり方、いえ学校ならおそらくどこでもそうでしょうけど、とにかくそういう考え方が嫌だった。だけどそういう考えはうまく通らないものなのよ。そう。あの時は私も新米教師としてこの学校に着任したばかりだったし、父の言うことには逆らえなかった。桐城君のことが発覚した後も、父は万事事なかれで済まそうと事態を静観し、私にも一切の口出しを禁止したの。もしあの時私が聖者君を抑えることができていたら、もしかすると。何やってるのかしら、私。こんなことやっても根本的な解決にはならないのに。どうせまた同じことを繰り返すだけじゃない。麻酔省の問題、理事長としての責務、そんなもの背負いたくて学校の先生になりたかったわけじゃないのにね。今のは愚痴よ。忘れて。そうね、桐生君の言う通りだわ。これはまさか。なぜこの聖堂の持つ正常な力に頼るだけの力を持っているというのを。安全だと思っていたんだけど、私の読み違いだったわ。急がなきゃ、桐生君。無理よ、時間がない。それに迂闊にここを離れるのは危険よ。とにかく儀式の準備を進めましょう。まだ手はあるわ。何のことかしら。例えばどういうこと？だったら余計な心配はしない方がいいわね。それより桐生君こそ油断しないでよ。あれの狙いはあなたなんだから。意志を保ちなさい。奴はあなたの力を得るために。